20世紀の百人一首春日井健の後編です。引き続き第一歌集未成年からこの歌を見ていきたいと思います。紫の流紋を描く海の崖、切り立てり君なき胸切り立てり。紫の流紋を描く海の崖、切り立てり君なき胸切り立てり。こちらの歌なんですけれども、まず紫の流紋というところから入りますよね、うん、紫の流紋なんだろうねって思いますよね、うんうんうん、そして描く海の崖ですから、場所、まず立ち位置というのが、うん、海の崖の上に立っていて、うんうん、その向かいにある崖を見て、近くにある崖を見ている様子に浮かびませんかね、イメージが、うん、まあイメージとしてね、これはね、はい、ですから紫の流紋というのは波ですか、夜明け、うん、海のなんていうんですか、はい、波とか、まあなんですか、文様ですね。それが、まあ、紫色に染まっているわけですから、まあ、はい、明け方か夕方かどちらかの光線だと思いますね、これはね、うん、それが切り立っているんです、うんうんうん、そして海の崖、うん、光線が当たっていて、うん、その海の崖が切り立っている、うんうんうん、何が起こったのでしょうか、うん、ね、うん、それを下の句で歌うのですけれども、うん、君なき胸切り立てりということですから、うん、失恋ですよね、まあ、そうですね、君という、うんうん、思う人を失ってしまったという歌なんですけれども、うんうん、もうこの木っていう響きが、うん、特にね、下の句のたくさんあって、もう胸が本当にキリキリして切り立ってくるのですけれども、うん、こうした定型が多いと言われている春日井健の中で、うん、波長というのは珍しいですかね、まず、うん、まあそうですね、まあ時にはね、やっぱり波長がなければ歌としてね、面白いものになりませんのでね、そしてこのリフレインですよね、うん、紫の流紋を描く海の崖っていうものがあって、うん、そこが切り立てり、うん、で君なき胸切り立てりという、うん、このリフレイン繰り返しの効果というのは、うんうん、どのようなものがありますか、うん、読んだ感じで、まあ、短歌なんかで一番簡単な方法はですね、同じ言葉を繰り返せば、はい、一つのリズムができるっていうわけですけどね、まあこの場合は切り立っているっていうことをね、強調したわけですよね、はい、まあこの切り立っている胸っていうのはやはり女性の胸ではなくて男性の胸ですよね、これ切り立っているっていうね、だからそこの部分をこのうまく表したっていうんですか、心の寂しさをね、そういう断崖、海に切り立った、ね、絶壁と比べてですね、表現したというふうにね、考えることができると思いますね。こう2つのイメージの世界というのがあるんですけれども、うんうんうん、まあ、もちろんこれも大きいことですけれども、笠谷県はだいたい文語ですよね、急かな、うん、ですね、そうした使い方で、うん、なおのこと韻律というものが鋭いですよね、うん、もう非常にね、まあ、前衛短歌運動が、まあ、昭和30年代にね、あるわけですが、まあ、この未成年というね、はい、歌手、まあ、先ほどもお見せしましたけどもね、まあ、非常にシンプルなこの想定なんですが、これが1960年ですかね、昭和35年にですね、はい、刊行されるわけですけども、まあ当時のその前衛短歌運動のね、まあ影響をかなり大きく受けている
ですね。はい、そうなんです。歌集はその1960年なんですけれども、うん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 、この紫の流紋の小出というのは、角、うんうん、川短歌、うん、この10月号なんですけれども、うんうんうん、こちらに、掲載されているんですよね、うんうんうん、こちらにあるんですけれどもね、うんうん、でこの中から後に未成年という第一歌集に収められています、うんうん、ですから二十歳の時にねもうすでにこういう歌を書いたわけですね。失恋をただの失恋で終えてないというところがまた才能を見せますよね、うん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 、でガス内源は先ほど定家の話をしましたけれども、うんうんうん、歌の家に生まれ育った定家のように、うん、この春日井健自身もお父さんが、うん、まあ高さんというんですけれどもね、うんうん、歌人でお母さんも歌人で、うん、歌の家で育ったんですよね。そうですね、まあこれお父さん春日井高さんというね、まあ中部短歌会というのもね、はい、主幹というかね、まあ、主催者であった人ですよね。まあそこの家で生まれますから、まあ、若い頃から、まあ、短歌にとって非常にこう自覚的だったというわけですね。お父さんはうん、その後、角川短歌ではなくてその中部短歌会の出している短歌というところの、編集発行人となって、うん、主幹ともなって、うん、行くのですけれども、うん、まあ春日井健もここでもう歌だけではなくて、うん、詩や小説も書いていたんですよね、うんうんうん、そうして表現者としてまた自分の中での磨きをかけていったというのもあるんですがね、うんうん、まあこの写真面白いんですけどもね、白いブレザー着てますけども、はい、これは三島由紀夫にもらったものなんですよね、うん、でまあちょっと大きいんですよね、ちょっとダブダブな感じのねブレザーなんです。非常にこう、当時はこういうのが流行りなんでね、三島由紀夫は背が高かったとか体型がね、どうこうじゃなくてですか。まあ、三島由紀夫っていう人はね非常に小さい人なんですけどね、まあ、とてもシュッと細い方ですよね、うん、春日健のために新調したんだと思いますけどね。そうなんですか、ね、自分が着ていたものをというわけではないんですか、だから非常にこの春日健の才能をですね三島という人は高く評価しましてね、まあ特にやっぱり未成年というのはね、まあ自分も三島自身も序文を寄せましたし、まあこれは最高のね歌集だっていうふうにね当時思って、まあ自分のその美学とやはり通じるものがね、あったということですよね。まあ先ほどのその海の崖の歌もねやはり海ですからね、この三島由紀夫という人もそうですが、北条の海ですか、先ほど、うん、海が非常に好きなんですよね、はい、この海のこう一つのこのね海と太陽というものがね非常にこのね、好きなんですね三島はね、まあ、少しね、まあ、うん、はい、まあ、海と太陽の国ギリシャなんていうのにね非常に憧れましてね。何ですかそれは。三島由紀夫がね世界一周旅行をするわけですけども、はい、20代の後半にね、まあ、最後の目的地はギリシャだったですね、まあ、ギリシャ彫刻というふうなね、ものに彼は憧れを持ってみるわけですけども、まあ非常に整然とした彫刻でまあ性の絶頂をですね、まあ描きとどめるというか、まあ、そこに彫刻したというね、ものですね。その三島由紀夫が少しね、うん、話は、飛ぶのですけども、1970年の11月に割腹自殺をしますよね。で、まあ、春日井健もその時期、
第二歌集を7月に出すんですけれども、行け帰ることなくという、でその後少し歌から遠ざかるんですよね。で、歌わざる歌人、歌わなかったというのではないのですけれども、歌に興味をなくしてしまったというわけではないかと思うのですけれどもね。で歌わざる歌人としてその間、しばらくの間エッセイを書いたり、戯曲を書いたりしていくんですよね。で、三島由紀夫のね、詩がそこにあるわけですけども、それが1970年というですね、はい、三島が亡くなって1週間後に、新潮社に、青春に出会った人としてエッセイも寄せてはいますよね。そしてね、未成年のね、冒頭の歌がね、今回取り上げた紫と非常につながっていく歌なんですけども、はい、ちょっとそれ読んでいただけますかね。それは今、この漢本として、春日井軒歌集というのが小さい、とても持ちやすい本なんですけれども、ありますよね。はい、でね、こちらから、はい、よく読まれたのでね、この現代短歌体系というものがありましてね、三一唱っていうところから出たね、これもちょっと後でね紹介してみたいと思うんですけどもね、これ寺山修司、春日井軒、石川藤子、佐々木由紀綱と、この4人入っているんですけどもね、まずそちらからちょっと、はい、その紫の流紋と対比するような歌がこの未成年の冒頭にあるのですけれども、大空の残暑の後の静もりか、落ちし日輪が残す紫。大空の残暑の後の静もりか、落ちし日輪が残す紫。これは日没の様子ですね。そうですね。そして残暑。残暑ですよ、やっぱり。残暑、首を切ることですよね。で、三島のね、この滑覆自殺の時に、解釈をね、する人がいてですね、その首が落とされたわけですけども、翌日の新聞なんかにね、そういうものがね、報道されて、三島の首っていうのが有名になったわけですが、ここにこの大空の残暑っていうのが出てくるんですけどね、非常に斬新な比喩ですよね。そうですね、誰が切り落としたかとか、そういうことではなくって、太陽の側から読まれていますもんね。だから太陽がね沈んでいくときに、海なら海へ沈むわけでしょ。その時にぐーっとね、この太陽の首が切られていくような感じなんでしょうね。一日この空にあった太陽の首が最後にこの、切られるというか、海に滲んでいって血が滲むようにして、こう、太陽が全てなくなる、それを残暑というふうにね表現した歌で、非常にこの印象的な歌なんですが、この先ほど三一唱房のこの現代短歌体系を言ったのはね、実はこれに非常なるこの有名な語色というのがありましてね、有名な語色で、これはこの本は有名になったんですが、ここにですね、太陽の残暑の後の静もりか、落ちし日輪が残す紫ってあるんですね。読んだ感じはね、そんなに、いやでもね、やっぱり太陽の残暑ではですね、あからさますぎますよね。太陽の残暑ね、大空の残暑、いわゆる日輪という言葉がもう太陽ということですから、同じ言葉を2回言っているわけですから、これはね、もう本当にね、これ冒頭の歌ですから、未成年の、でこれ非常に売れたんですけどね、この本は、でこの本を読んだ人はもうこれ太陽の残暑でね、インプットされているわけですね。そうですね、ですから
これはね、致命的な誤植になって、ただ有名な誤植っていうのは面白い言い方ですよね、有名な誤植なんです、これは。こういう有名な誤植があるからこそとは言いませんけれども、こちらにあるような大皿の残首という言い方に、あ、やっぱりこっちの方がいい、景色の大きさがあるっていうふうに思えるのかもしれませんしね、なかなか面白い比較ですよね、こうして本を見るということも、だからやはりここにも太陽があり、まあ海の気配もありですね、そしてですね、なんていうか、まあ先ほどのね流紋の歌もそうでしたけどもね、海ですよね、そうですね、そして紫という言葉がね、非常にこう共通する言葉で、まあおそらく春日井健が好んだものだったんじゃないでしょうかね、紫もそうですけどもね、この時17歳から20歳ですから、まさにギュッと凝縮された3年間の中に好んだものっていうのが深く読まれているっていうのはやはり見る価値がありますよね、こちらも。そうですね、まあ一つの美学としてね、全てのものをこの春日井さんっていうのは捉えてましてね、僕も昔中部短歌会の歌会に出た時に、まあ春日井さんがね言っておられたのは、その、まあ、白たえという言葉がありまして、明るたえという言葉もあるんだとね、でこういう今まで人が使わない言葉を自分はね短歌の中に入れて、そういう言葉を復活したいんだというふうなことをねおっしゃっていて、まあそれが非常に僕は印象に残って、あ、なるほどと、歌人の役割とね、してですね、そういうこともあるのかとね、いわゆる死語となった死んだ言葉をね復活させると、そこにね命を再生してね、いくという、そういう作業もねあるんだなというふうに思ったわけですね。詩人の役割というのをそこでも感じますね。このもう一冊ご紹介したい本もあるのですけれども、そうした評伝春日井健どのような方だったのかなっていうことを、岡島健二さんという方が大変詳しく書かれているんですね。でこちらも、参考にしていただきたいなと思うのですけれども、熱風などを見ると、そうしたどのように、歩んでこられたのかっていうのが大変詳しく分かりましてね、で、少し歌を離れた時期もあったのですけれども、その後戻ってこられまして、で、まあ、中の会というのを創設するんですよね。で先生は中の会にも参加なさってたんですよね。そうですね、ちょうど、まあ、春日井健さんがね、まあ、お父さんがね亡くなられて、中部短歌会をその、まあ、自分が継がなきゃいけないという立場になってね、それが、まあ79年 でちょうど80年に、まあ、中野会というものをね、まあ、斉藤澄子さんとか、岡井隆さんとか、まあ、春日井健さんなんかが中心になりましてね、名古屋で、まあ、中ちょうど真ん中ですから中の会っていう、地理的なというふうなことですよね、それはね、でまあ、春日井さんあたりが、まあ、最初にね、斉藤さんあたりから声をかけられて、斉藤澄子さん、斉藤澄子さんというね、岡崎に住んでいらっしゃるね、この愛知県の岡崎、歌人ですがね、でまあこの斉藤澄子さんと春日井さんが、まあ岡井さん当時ね、豊橋にいらっしゃった岡井隆さんのところへ行ってですね、まあこういうふうな、まあ、超結社集団ね、いわゆるどこの結社にもこう属さずに、まあ、いろんな結社に属した人が集まれるような、まあ、会を作りたいということをね、言いまして、でまあ岡井さんもこのね、納得しましてね、でまあ10年間、80年代の10年間そういう会ができるわけですけど、長いですよね、10年続くということは、もちろん入れ替わりがあり、
10年っていうのは、うん、若い方たちも立派な歌人になられたり、そうですね、成長が見られる時期ですよね、うん、でまあ僕なんかもまだ若い時期ですが、まあそういう会がねありまして、まあ参加するようになりましてね、まあそういうところでね、まあ春日井健、岡井隆といったですね、まあ当時のまあ伝説的な歌人ですね、そういう人たちにこう一緒にね短歌をやって、短歌とは何かということがね、まあ大体そこで見えてくるわけですけども、うん、肉声を交わして学んでいくっていうのは本当に大切なことですよね、うん、そうですね、この岡島さんという方はね、もう春日井さんのね、最後の弟子としてね、でまあ春日井さんの言ったことをずっとねノートに取られましてね、で、この評伝をこう書いたわけですが、うん、もう本当にね聖戦という雑誌にね、これをこう連載しておられて、その連載がねもう最後の最後になって、もうあと一章を書けば完結するというところで、まあ交通事故でね亡くなられてしまいました。残念なことですね、でまあ奥様がねこういう形でですね、はい、本になさったわけですけどもね、でもこれだけの厚みのある、うんうん、そして先ほども言いましたが詳しい一緒にどのような作業をしたかっていうね、歌会の様子であり、まあ、年譜でもそうですし、人柄であり、今分かるように書かれています、でまあこういう記述を見ていますとね、本当に中野会のいわゆる80年代というもののね、まあ、僕なんかもうすでに忘れているんですけども、改めてね思い出されて懐かしい気分になるわけですけどもね、まあその最後の部分を、まあこの岡島さんずっとね、春日井健から聞き取ったことをメモしていらっしゃって、でそれをねそのメモが出てきてね、そこをまあ最後の章に当てていらっしゃって、まあ生まれてから亡くなるまではずっとこの評伝で書かれていますのでね、また読んでいただけたらと思いますね。はい、いかがでしたでしょうか。少しでも参考にしていただけましたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければ、チャンネル登録お願いいたします。では次回もお楽しみに。